屋根の上のなんか火を目印にって言ってたね。ちょ、めっちゃいるやん敵。めっちゃいる。ああーもう強いなー。あ、これ、あ、これ登れる。接続エラーが発生しました。何のエラー。屋根の上、あれだよね。あ、あれか。よし、オッケー。食らっちゃった。回復しよう。ちょっとやめろ、今やめろ、やめろ。そうだ、避けて戦おう。避けて、そろそろちゃんと避けて戦おう。攻撃パターンを見極めて。よし、ヒットアンダーウェイ。あ、オッケー。なんか落とす？何も落とさない。来いよ先手。ほっ、よし、3発撃って避ける。3発、よし、完璧だ、完璧で、こっち、これか。あ、うん、おったね、ここだわ。あ、騙されたわ。あ、でけえやつがいる。こんにちは。人間なんか相手にする必要はありませんぜ。百害あって一利なし、このまま滅びてしまえばいいんです。なんなら足がぶん殴って追い出してやりましょうか。お前、今のは聞かなかったことにしてくれ。長老から聞いたんだ。昔はどこもかしこも人間たち溢れていて、僕たち魔物はいつもいじめられていたって。リオ様が人間を追い詰めて今のこの世界を作ってくれたんだ。ああ、僕はこんな時代に生まれてきてなんて幸せ者なのだろう。まあなんか、そう考えると竜王もなんか悪いやつじゃない風に思えちゃうよね、やっぱり。うん、その食物連鎖のね、頂点に立つものがただ変わっただけであって、深いね。ドラクエに眠る闇は深そうだね。お主は人の子か。わしは大木槌の長老じゃ。滅びを待つ哀れな人間をわし何か用か。まあそう簡単に教えてくれんよね。うん、まずはあの息がよくてピチピチとした大木槌を腹ばいにして、お主がし何なんだから、何、股間ですかそれは。大木槌は我らが、な、ドラクエってこんなゲームやったっけ。こんな、下ネタもうバキバキに放り込んでくるゲームやったっけ、これ。相関で教えられるな。何もそこまでわかりやすく落ち込まずとも良いではないか。そうじゃ。実はこの家の天井に穴が3つほど開いてしまっていてな。うん。なかなかうまくいかずに困っておったのじゃ。雨が降ると水が漏れてあしてな、かなわん。わら床で直してくれると嬉しいのじゃが。どうじゃ、お主直せるか。わら床？土じゃダメなんだ。つた、ひも、ほう。うん。はい。つたってこれだよね、多分。ゲット。ん？ひも。あ、なるほどね。まずこれで、ああ、しまった。しまった、しまった。よいしょ。ほっ。あ、登っちゃった。ほっ。ほっ。よし。おー、なんか落ちた、なんか落ちた。なんだ、なんだ、ここは。ん？隠し部屋か？ツタを取って、
こいつら結構強いからな。いいだ。避けて攻撃。これ作れるかな。穴が3つで開いてる言ってたからね。あ、ほんとだ、開いてる。ほんとだ。開いてるね。うん。じゃあこれをまず紐、ちょっと1個作ってみて。あ、10個で1個なんだ。これだよね。丈夫な草、丈夫な草。了解しました。草を取れなきゃ。あ、落ちた。ちょ、草集めてくるか。ちょっと待て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 、そういうことか、そういうことか。焚き火いらんかな。あー、これ食っちゃおうか。星が行くを、これ、これ、こう。よし、これで開いたから、これで草を。5マスぐらい上だったらダメージ食らっちゃうんだね。よっ。これなんだろう、これ。なんか豆っぽいの持って帰ろう。これちょっと。食べれないんだよな。豆、枝豆。よっ、草、草。ああ、やばいな、夜になりそうだな。そろそろ急げ急げ急げ。あ、結構生えてる。よっ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 、よいしょ。あんま遠く行くと戻れなくなりそうだしな。骸骨いるし。なんだここ、なんだ、何屋さんですかここは。ん？あ、かわいい。あ、入ってきた入ってきた入ってきた。もう壊しちゃったよ、もう焚き火。焚き火壊…また入ってきた。もうなんで入ってくんの。めっちゃ入ってくるやん。あ、寝れる。寝よ。ん？部屋の条件を満たしていない。そういうことか。ここを。おっしゃ！あ、なるほどね。こうやって途中に拠点を作って休憩しちゃいなよ、的な感じかな？よし。あ、ここで作れる。ただアイテムいっぱいなんだよな。看板立てちゃうか。よし、また取っちゃった。なんか これも置いとくか。よし。で、わら床、これを作る。よし、敷きわらセット。
ブロックの床を藁床に変える、リフォーム。ほう、まあとりあえず置きに行こう。うん、3つあればいいからね。ここだったよね。あ、違う違う違う、ここは違う。こっち意外とアイテムすぐいっぱいになっちゃうね。よいしょ、よし、埋めよう。よいしょ、よいしょ、はい、オッケー、オッケー、できたよ。天井の穴を直してくれたのだな。いとも簡単に天井の修理をやってのけるとは、まさか俺じゃ、物を作る力を持つ伝説のビルダーなのか。 I am builder。うん、わしは見なかったことにしよう。え、人間は力を失い今や滅びを待つ存在、かたや我々はその数を増やす一方じゃ。わしはな、人間と我々の今のあり方が必ずしも正しいとは思えぬのじゃ。うん、人間が多すぎるのも確かに困る。しかしこのままでは世界の調和というものが、うん、まあほんとそうだよね。うん、竜王様には言えぬが、ほんの少しだけお主のことを助けてやろう。約束だと大げずちの作り方を教えてやろう。うん、サンキュー。何、ひらめいた。よし、これ武器にもなるんじゃないの。心を教えてやろう。少しばかり長くなる、聞く覚悟あるなら。おう、聞こう、じゃあ聞こう。あった、作れるし、太い枝だけで作れるんだ。よし、装備しよう。装備、武器としてはなんか使いにくいみたいな言ってたね。攻撃力はけど高いんだけどね。ここら辺は作れないのか、まだ。あ、青油もいるんだね。インゴット。インゴット。で、木材。ほー。まあ、これで木切れるようになったから、木材も手に入れられることができると。紐。ガンガン紐にしていこうか、これ。おー、紐37。いいね。じゃあ、これいらないから。いらない。壁につけんのかな、これ。つけれない。あ、わかった、こうか。持ち物、捨てるすげえ飛んでった。まあこれでいいんだよね、帰って。ちょっとさ、これ試したいよね。チラッとさえてさ、下にさあった、あれが見えたんよ。ちょっとこれ叩こうよ。おー、なるほど、こういう感じなんだ。結構いいじゃん。
インゴットの作り方。ちょっと待って、アイテムがいっぱいだ。これを、これ捨てよう。捨てる。整頓、整頓。使う。これなんかけど持って帰りたいな。なんかに使えそうだよね。よし。お、一撃じゃん。土とか。あ、けどマスが狭いのか。よし。あ、取れてない取れてない。いらないものいらないもの。アイテムの持ち物少ないな、ほんと。食っちゃえ、全部食っちゃえ。よし、石炭いいね。よし、食器をひらめいた。ちょっといっぱい持って帰ろう。これいっぱい集めよう。やばいな、そろそろ夜になるぞ。これキメラの翼でこれ帰れるかな。帰ろう、使ってみる。はい、どこまで。旅の扉かな。家まで帰ってこれたー、超便利ー。キメラの翼超便利ー。おっさん、帰ってきたよ。おっさん、ちょ、降りてこいって。